武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は順天堂大学医学部の化学の勉強について話していきたいと思います。化学ですが、時間が理科2科目で120分なので、まあ実質60分ですね。で、大問が2つなんですが、マークと記述で2つに分かれている形 で、マークが大体大問4台、記述が大問1台、年度によってはマーク大問最大3台、記述が大問2台という年もありましたが、まあ基本的にマークの方が多めという形となっています。で、非常にここの入試問題は計算問題が多い、傾向となっていて、で時間に対しての量がなかなか凄まじい、形なので、まあ、おそらく過去問に挑み始めの頃はまず間違いなく時間が足りない、ということに苦しめられます。で、まあ、実際、まあ、入試当日までおそらくずっと計算の速度に苦しめられるかなと思うんですけれども、なので単純に問題をいっぱい解けばというよりは、まあ、計算練習などもしっかり意識してやっていかないと、時間内に効率よく解き切ることはできないかなと思います。問題の難易度自体は割と標準的な問題、たまにまあ難しいのも出ますが、標準問題が中心、なので、まあレベル的にはできれば重要問題集まで仕上げておきたいところではありますが、まあマーチ総計レベルが中心、になってきます。なのでそこの、問題をですね、まあしっかりミスらず解けるようにプラス、計算の、まあ例えばそうですね、ゼロから始める化学計算とか、などの参考書を使ってですね、あと化学計算の考え方、解き方のですね、あと、計算に特化した問題集などを1冊2冊、まあ、毎日例えば30分程度、計算練習に入れていく、などをして、まあ、徹底的に解ける練習を心がけておきましょう。で分野に関しては問題数が割と多いので、偏りなくある程度いろんな範囲が出ます。ただその中でも全分野の計算に、が関わってくるようなところを特に出しやすい、傾向になっておりますので、知識の定着ももちろんなんですが、基本的には問題を解いて計算をミスらず回答を出すということに意識を向けて、まあ普段からですね、必ず計算問題を解くことに意識を向けましょう。で、記述論述の方もですね、論述の字数、いくつか問題が出ることも、年度によってはあるんですが、基本的に出やすいのは計算問題の途中過程も含めて、論述する形式ではありますので、まあ、普段計算解くときも答えだけ当たればっていう、マーク的な解き方、および記述的な解き方、どちらが出ても、解けるように、意識して練習を心がけてください。以上が科学の勉強となります。